終わったんじゃない？来たね。どれだ？ファイナルファンタジーの5、これ14だ。タグこれじゃねえ。これ FIFA だな。画面の明るさ。字幕あり。すごい。英語、日本語、フランス語、ドイツ、スペイン、南米、イタ語。へえ。ストーリーフォーカス。敵を自動で攻撃したり、敵からの攻撃を自動で回避するなど、バトルアクションを快適に行うためのアクセサリーが最初から装備されています。へぇ。アクションフォーカス。はははは。まあまあ、こっちっすかね。確かにね、これテキスト言語を英語にしたりすると、多分学べそうですね。あ！ちゃんと切り替えた瞬間に変わる。うちのゲームを見習いな。まあ、とりあえず、こうしますか。歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大今頑張ってスキップしようとしてるんだけ地ど、スキップがないっていう。に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかし、いつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅まあ、とりあえず5時までやったら寝よっかな。あ、配信ガイドラインか。ちょっと見てなかった。大丈夫。権利表記さえ入れれば大丈夫っぽいっす。すごい緩いやつでした。これ俺が操作すんのか。ちょ、避けてっつって避けないんだけど。俺どっち？そもそも。そもそも俺どっちなの？手前か。奥だと思ってた。押しても言うこと聞かねえなと思ったら、奥、手前だったの。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。三角連打してます、私今。死ねー。チュン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 。急にドラゴン同士の喧嘩を見せられてる。さっきからずっとアナログパッドがプルプルしてて、なんかね、集中できない。まあ自分が古い人間であることはわかるんですけど、振動っている？振動っている？
あぐらかいてさ、ゲームしてるとさ、俺パッと結構股間の上に置いてあることが多くてさ、揺れ始めて、待て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 ってなっちゃうんだよね。結構ね、ビグってなる。え？急に揺れ出して。アケコンみたいな感じでパッと置いてやるときがあるからね。振動しないと小学生が股間で当てて気持ちよくなれない。まあ確かに。キャラとシンクロする演出ならいる。確かに。ちなみに今のシーン、あの最初から最後までずーっと揺れてました。あの小刻みでブルン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 してて、肩こり解消に良さそうな感じだった。それより本当に現れるんだろうな。これってムービーなのかな？めっちゃ画面綺麗。疑問を持つな。なんか飛ばせそうだね。飛ばしていい？僕ゲームしたい。異世界転生か？見た今のみんな。何言って手から水を出しただけだが。なんだよ、ファイナルファンタジーも所詮異世界転生か。ファンタジーの概念壊れる。クリエイトウォーター！ビュー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 。それそれ、そういうやつ。おお、画面綺麗。綺麗。抜かるなよ、ワイバン。直樹、吉田。お前はこの任務。直樹さん、吉田さん。ステータスオープン。おお、すごい。このクオリティのまま操作できそうだ。動かねえんだけど。いや、俺、動かしてんだけど、動かねえんだけど。あ、動いた。ラッグ！どこに行きゃいいの？こっちか。ダッシュとかないん？呼んでんだから早く行きな。面白い挙動しないですね。おい、急ぐぞ。あ、傾き具合で変わるって。だから傾きさえ多ければこうやって動けるってことよ。シャケだね、ジャガジャガできる。始まりやがった。デバッグが始まっちまった。ムービーと 3D の切り替えが綺麗すぎる。いや、グロテスク。怖い。怖い。モータルコンバットが始まっちまった。やめてー。戦争はやめな。馬取りだ。振動オフにしてえな。振動オフにしてえ、マジで。ずっと揺れてる。ウォーデンだ。ウォーデンではない。鉄王国のやつらむちゃくちゃ仕上げ。鉄王国。シバが出るまでダルミキア軍が持てばいいかな。シバ。なんだ。なんだよ。
もうすげえ。これがもし 3D のね、ゲーム中の演出だったら、キャラ数多すぎて、ねえ、なんだろう、おしっこ漏らしちゃう。何のための同盟か。ゲームになった。陛下のウォールドの御前だぞ。なんかお疲れですね、ウォールド。これが我らの結論です。何？ちょっと待って、今おっさんがさ椅子に座ったらさ振動したんだけど、俺のパッドは何？椅子なの？俺は椅子なの？これもしかして、おっさんが座って時の振動はいらんくない？ちょ、葉巻の揺れも感じてる今。あらゆるものなのか俺たちって、もしかして。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も。俺の気のせいじゃないよな。見事に奴らを防いでみせた。なんかスケベな女の人出てきたな。違いますか？なんか、ね、机に手当てたりするたんびにねプルプル揺れてんだよね。帰国のドミナントが控えておられるんです。いや、気痩せするタイプかもしれないよ。我々の介入は。帰って足手まといでは。患者の知らせでは奴らも、やっぱ椅子から立ったり座ったりするとパッドが揺れるんだよな。状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。いや、すごいと思うよ。あのあらゆるシーンに振動し込む、その頑張ってる感じはすごいと思う。とても大変なんだろうな。でも今すぐにでもオフにしたい。私は今すぐにでもオフにしたい。し集中できねえお話に。あ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。今日もよくわからないシーンに振動を仕込んでいくぞ。かわいいじゃん。肌ツルツルだね。フーガ。ベネディクタ。気をつけてね。増票など召喚獣の前ではチリアクタ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。すごいエッチなシーンが始まった。いや、追っ始めてはいる。続きを見せてちょうだい。こいつら交尾したんだ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。なるほど、こういうメタファー。乱戦になったな、相当面白くない？今のシーンから。深いよな。なるほどな。想像力がかきたてられるな。乱戦なのか、この後。やった！ジャンプだ！ジャンプができるようになった。もう何でもできる。もうアリシゼーションリコリスは超えた。これでもう。ちょっとカメラの挙動酔うな、これ。ちょっと待ってね。振動オフにさせていただきます。
なんかね、操作違和感あんだよな。まあいっか。あのね、予想の何倍もね、接触判定がでかくてぶつかる、何かに。先に行け。待て。何か様子か。戦闘か？おお。なに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 、タイタン、でっか、でっか、絶望国の島だ、本当に嫌がった。すごいね、ファイナルファンタジーしてる。意外とみんななんかそんなに気にしないんだな。やべえって感じじゃねえんだ。あ、シバってそんな感じなの？なんだ。中にいるんだ。聞かないでしょ、そんな。おー、綺麗。わー、人殺し！ロンドリキアライト。ミカちゃんないよ。バレンシュタインにしておくか。すごい。3D のムービーシーンの演出超綺麗だな。またこれ R1 とかで操作するのかな、俺。ムービーだからさすがにないか。あー、人がかわいそう。あ、やばい。R1？ 三角？丸ど、何？なんだ？起立？トリプルアクセル。もたもたしようぜ。もたもたしてみようぜ、こういう時は。こういう時こそもたもたしてなんぼだろ。いや、普通に見失った。どっち？こっち？あれ？こっちじゃない。どこに行きゃいいのこれ。やべえ、普通にわかんねえ。どこに行きゃいいのこれ。え？こっち？こっちか。
このゲームミニマップ機能とかあえてつけていないらしい。やべえ、積む恐れあり。ミニマップがないのはちょっとまじいな。三角丸四角何もさなくていい。とにかく連打しろ。ビアスター、ああ、いや死んだ、血が出た。これ大丈夫これ。セロレーティング結構高い感じなんこれ。割と血がバチバチに出るね。今の人潰れて死んじゃったもんな。怖っ。ショッキング映像が続くんだけど。しっかりしろ。任務はまだ終わってないんだぞ。助けられなかった人おるやろ、一人。また助けられなかった。また助けられなかった。誰クライブ兄さんって。どちらさん？もう急に過去編が始まった。13年前。汗だくじゃん。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの低堕落では守られる側も助けられなかったからこう戻ってなんとかしようって話でしょ。クライブ、次こそ一本取れるわ。一本取れるよ。どうすかい。みんなかっこいいな。忘れもしません。あれは小生が対戦格ゲーか。では改めて打ち込みから勝ち筋を見せて。格ゲーか。ラウンド1、ドライブラッシュでいけ。三角で攻撃。ワールドツアーじゃね。サクセス。お見事。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。ほんまか。しかし魔法能ではどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただき。チュートリアルじゃん。さあ火の魔法を見せてごらんなさい。これ異世界転生ものでやるともう二度とお前は魔法を使うなってやるなるやつだ。三角。なるほど。強っ。サンプラ。もはや魔法の訓練など必要ありません。まあ四角と三角を連打してるだけなんでな。次は私からガードか後ろか。なんでガードするんだろう。ドライブパリーかな。ガードじゃないの最初は。回避 R1 で回避行動。はははジャスト回避でプレシジョンドッジが発動する。プレシジョンドッジ中にボタンを押すと反撃できる。ジャストパリーがある。パリーとジャスパス。おお。こういうことよ。
やってないつ。いいでしょう。いや、ドッジって書いてあったよ。くれぐれも忘れない。ああ、なるほど。なんとかドッジじゃなくてって話か。いやね、ドッジはね、日本人的にはね、やっぱちょっと芋臭い感じがするんだよな。常人を超える身のこなしが、ナイトの称号を持つあなたは、フェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。はあ。さあ、追いつけますかな？どういうこと？倒せばいいの？はあ？はあ。そうやって一気に周りを詰める。強すぎだろお前。ドライブラッシュ。さすがですね。リニア超えてる。ワープだから完全に。戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。回復アイテムを使う。まあ一発も食らってねえ気すけど。どうやってアイテム使うの。はあ、メニュー。一体何を？一体何を？体力を把握しろと言ったはずだが。いつまで待たせるのですか？体力を把握しろと言ったはずだが。いつまで待たせるのですか。体力を把握しろと言ったはずだが。よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつ。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確保するため。シートじゃん。自身の力量を正確に把握するのです。完全に異世界転生だな。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。ちゃんと回復してから戦えよってな。肩慣らしはここまで。最後は実戦です。よし。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょう。セリフがすごいなんか日本っぽくないよな。ようやく私も洋物っぽい感じがする。ナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。翻訳がしやすそうなテキストだなって思いながら見ています。っていうかベースが日本語じゃないのかもな。シナリオのベース英語かもしれん。殺せばいいって。ヘラねえ、マジで。ヘラ。その調子だよ。全然ヘラねえんだけど、マジで。もう。テイクダウン。フェイタリティ？フェイタリティ？R2 プラス四角。はあ、
死にな。なるほど、これはどうやら本気でやらればこちらは危うい。ああ、ミスった。え、なんで？あ、違う。R2 と R1 間違えちゃった。楽勝だったな。確かに連撃キャンセル欲しいな。やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている。父君の剣はどんな剣だったの？名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。文字場に戻れ。さすがに負けないんじゃないのかな。クタクタだな。なんだ、殺されちまうぞ。なんだ、ジョシュ。疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどう。ほら見ろ、今朝も咳込んでたな。え、そういう感じなの？外に出ていいのか？大丈夫だよ、安心して。無理をするな。父君もね、一生引き打ちしていた。父上だ。調査兵団のお帰り。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュはまた部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。なんかめっちゃ嫌われてんな。殿下をお迎えに上がりましょう。なんかほんま、ほんとどうでもいい話なんだけど、機嫌が悪い時の俺の姉貴にめちゃめちゃ似てる。顔が寝起きの機嫌が悪い時の俺の姉貴にめちゃめちゃ顔が似てたわ、今の人。まるで血がつながってないような扱いだ。実の息子なのに低血圧なんですかね。なんか塩対応でしたね、随分ね。この刀で殺してきなっていうメッセージか。でもキャラクターすごいリアルだなこれ。グラフィック超綺麗だから、これポケーっと見てるだけで結構楽しいね。みんなでもなんかお腹痛くてお腹さすってんのじわじわくる。そういうポーズなんだな。払いてーみたいな。チョコボに乗ってみてー。表を上げよ。面を上げな。おかえりなさい、父上。ありがとう、ジョシュア。大事はなかったか。かっこいい。ええ、も
もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか、犬、これやめよ、犬、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。優しいパッパ。ご無事のお戻り何よりでございました、父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。そうね、犬ね、パパが帰ってきてめちゃめちゃ喜んでた。話がある。はい、父。殿下。敗散。なんだろうな、よくこういうシーンであるさ、なんだろう、首の下パンチ、あれ結構痛いよね、あのドンみたいなやつ。鎧着てりゃいいんだけどさ、あれ痛いよねマジで。そこ骨だけどってマジで思う。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。こんな薄着だったらね、痛くて泣いちゃうよ。ゲームシーンには戻ってきた。迫る黄昏。コードネーム黄昏。L さんを流しすることでメインストリートの方向、ストーリーの方向先を示す、ほやほや、いや、現在進むべき方向を知ることができる。あ、これじゃん。これでいいんだ。戦になるの？これか。おそらくな。話を聞いてみないと。確認からいくか。どうする？欲しいっすね。スピード感でいこう。スピード感が大事だ。そうだ、その NPC、 NPC をうまく使おう。お前だ、お前をうまく使うんだ。うまくこうやって押していけ。硬いなこいつ、硬いな。こっち来な。いいか、ジョシュア様に守られるんじゃない、俺たちが守る。分かってる。命に代えても使命は果たすよ。真空飛び膝蹴り。ドゥン。くそー。つまんねえ。仕事にかかってくれ。アナベラ様はお厳しいのでな。お任せください。俺たちにはフェニックスがいる。鉄王国なんて負けるはずだ。
すげえリアルなリンゴ落ちてきた。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様。お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ。早くお辞儀しないか。そんなしなくていいのよ。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと、なるほどね、奴隷だったんだ。ということはすごい可愛い奴隷の子がいて、それをご購入いただきみたいなやつですね。こら、そう強く当たるんじゃない。クライム様の仰せのままに。乱戦が始まるな。これからも国のために励んでくれ。風向きが変わってきたわね。体も痛いよ。奴隷者のなろうはなんかちょっと前にアニメでやってたぐらいだから、なろうだと何年ぐらい前なんですかね。2年ぐらい。仕事に戻るぞ。もっと前なのかな。一時期やってたアニメ、みんなね、初回に奴隷を仲間にしてた。だいたい3、4クールだから1年ぐらい前かな。確かに盾の勇者はね、さあ、肝心の階段にやってまいりましたね。ここ大事だよ。ここ大事だよ、結構。そう、怯えるな。怯えなくていい。そうだ。早く登ってきな。かなり迫ってきたな。これはね、考えられてますね、長さが。絶妙な計算式を感じる。クソタレが。これはこう、ちょっと、あれですね。スチームだったら低評価ついちゃうね。くそ。冒険に行きたいのに、冒険に行かせてくれない。このチャンスを逃したらもう、ないかもしれないって思うと。惜しいな、今の。今のうちから備えておきましょう。
これが限界かもしんない、このゲーム。これぐらいが限界かもしれんな。うお、迫った、かなり迫っている。かなり迫っていると思われるが、ちょっとなんだ、黄昏に今迫ってみたんですけど、ちょ、何個作んのよこれ、ちょっと。あ、これすごい、なんか FF だ、 FF だ、このドット絵で遊びたい。はい、ちょっともう朝になっちゃったんで、今日はこの辺にしておきます。じゃあまた次回の配信で戦いましょう。よいしょ。黄昏を諦めるのか。じゃあ諦められないから、次回に持ち越しっていう感じですね。まだちょっとマップの理解度が足りないんで、もっと頑張りましょう。あ、レコードキーパーとかで使えそう。確かにな。よいしょ。まあでもグラフィックめっちゃ綺麗ですね。さすがに。なんか楽しめそう。今日は、俊一さん、チアありがとうございます。ピーパルティさん、メビウスさん、サブスクいただき、ありがとうございました。まあ、今日はね、おおむね、世界中がクリアできたんで、満足です。ほんじゃ、こんな感じで、次回の配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。